どうもロシングルです。ウォーキングデッドはニューフロンティア続きから最終回だと思います。やっとリッチモンドに平和が訪れて、あとは復興を目指すだけですね。I used to do this for my niece. ああ、すごい。髪切るのずっと守ってたんだ。気にするな。年金が入ってるよね。リーからもらった帽子。I have to see AJ Harvey. I have to see that he's okay. だね、AJ。残念ながらハビーはついていけないけど。At least a little?君を忘れられると思うか？誰よりも命を守ってくれた人だ。Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. どうかな？騙されてたとしか思えんが。I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it.もちろん、いい母親だ。And of course you were. 間違いない。愛してあげるのが一番だ。わあ、ひとときとはいえ、すげえ平和な絵ですね。I did. そうだな。かつてな。あれさえしなければね。ひどい言われよ。Yep. Sure did. そうだな。Well, you survived.I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? 諦めないことだ。You get back out there and find something better. There may not be something better out there. You won't know until you step outside. クレムにしては珍しく弱気だね。ずっと希望を持ち続けてたのに。All done. 終わったぞ。Well, how's it look? どうかな？あら、かっこいい。すごい。ツーブロックになってる。いやいや、かっこいいよ。I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. D はなんだっけ？ You come back? デトロイトタイガース。I'll tell you all about it. It's a deal.いや、これで別れか。I bring AJ back with me. Will you teach him too? 野球を連れてこい。You bet. He belongs with you, Clementine. 絶対その通り。AJ は君といるべきだ。Bring him back. すんげえかっこよくなっちゃったね、クレムね。男らしい。いやー厳しそうだね。本当なら手伝ってやりたいところだが、リッチモンドがやべえからな。まずは復興からだ。必ず生きて帰ってこいクレム。無事でありますように。振り返りもしないね。こういう世界ではね、未練を持つと後から傷ついてしまうから。エピソード5終了です。うわー、写真が自分が選んだ道が見れるのか。トリップ。エレノアは生きてたけど、ただ生きてただけだよね。後半ただのモブになってましたね。うわ、エヴァは助けれたのかな、わかんないね。リンガードはまあこれは殺さずに済んでよかったよね。 AJ の情報をもらえたから。コンラッドはだいぶ早い段階でやってしまいました。ジーザスはもちろん助けていただいて。ジーザスが死ぬことは絶対ありえないよね。ジョーンはやらせていただいた。
クリントは分からないね。確かにデイビッドが後をかけたからどうなったか分かんない。リフレッシュトゥダウンロードザレイテストチョイス。お、デイビッドの。おっと、まだ視点がクレムに。余裕だなクレム。おら強い、強すぎだよクレム。最強の存在、この世界最強の存在。さすが歴代主人公だ。これ AJ に会うまでの物語が見れるのか。再会するその日まで、たった一人で。すごすぎだよ。クレムかっこいい。リュックサックも持たず。クレメンタインズストーリーウィルコンティニュー。クレムの物語はまだ続く。はい、というわけでニューフロンティア終わりました。いやー、まあたまらんね。残念ながら最後のスタッツが日本語にならないのが残念ですけど、後で翻訳しておきましょう。いやいやいや、すごいね。クレメンタインが一時的に身を寄せたハビエルたち一家との交流の戦いですね。そしてね、この後シーズン4最後があるんですよね。ですけれども残念ながらね、スチーム版日本語化がまだされてなくてですね、最も翻訳が進んでないんですよね。すんごいプレイしたいんですけど、日本語化されないとね、やはりゲーム実況としてちょっとなかなかね難しいところがありますので、いずれモッドなり公式で発表するなりするまでちょっとお預け状態となります。素晴らしい物語でしたね、ニューフロンティア。最初どうなるかと思ったけど、クレムの力もあってね、なんとかかんとかリッチモンドを取り戻して平和な世界を作り出そうとする家族の物語でしたけども、ケイトとねハビ二人しか残りませんでした。悲しいけども、この世界はそういうものだと割り切って生きていくしかないんですよね。しかしエイジェが生きているというのが分かっただけでも非常に希望のある、そんなエンディングだったんではないでしょうか。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いつか来たる、シーズン4最終シーズンのためにお待ちいただければと思います。アリベデルチ。